はい、それでは井田監督に来ていただきました。井田さん、よろしくお願いします。こんにちは、久しぶりで。めちゃくちゃ久しぶりですよ、もうそうだな。僕なんか、もう井田さんのこうそこ見えたんですよ、入ってこられるの。もうね、オーラがもうプンプンですよ。何のこと言ってんですか、はい、もう本当に。いや、もうテレビやなんかで見てるから。いや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 、名解説で。いやいやいや、すいません、本当にもう、怒ってください、昔みたいに。はい、いいよ。あの井田さん、まずなんですけど、静岡学園、静学がやっぱり今も、まあ選手権優勝して、またこうやって、まあ静岡のサッカー、まあ元気のないジュビロのエスパもなかなか前みたいにならなくて、こうちょっと暗い静岡がムードの中で、こう静学が全国優勝してくれて、それでこう今に至るわけじゃないですか。このまずその静学について、どうやってこういうチームを作られてきたんですか。まあ話せば長いけどな、話せば長いけど、まあ俺がこのサッカーの指導者に入るきっかけが、クラマーさんがコーチングスクールというのをやって、それに長生先生と堀田先生が、まあ、2人とも亡くなっちゃったんだけど、その人たちが講習受けて、で伝達講習を静岡でやったんだよ。それに俺その時銀行員だったから、はい、まあ、サッカーの指導者じゃなかったんだけど、ちょっと興味があったから、それで、毎週月曜日1年間通って、それで、あ、すごいなと思ったで、そのコーチングっていうのは、はい、サッカーの監督コーチングっていうのは とんでもない深いもんだなと思って、それでこれは自分の人生かけてやる価値があると思って、それで銀行辞めて、そのコーチングスクールを今度自分がケミガーでね、はいはいはい、受けることになった。懐かしいですね、1ヶ月間ね、はい。でそれがちなみに何歳ぐらいの時だったんですか。28くらいかな、8かな、そっからだね、始まったな。で何、どういうところをインパクトを受けたんですか。いや、それで、だからさ、今までは、はい、OB が来てさ、はいはい、それですぐこうなんといろいろ話して試合やったりさ、はい、合宿やったりして、みんな OB が主体じゃん、はい、学校の先生ってのはあんまり、指導者としてあんまりサッカーのあれであんまりほあなんていうの、専門家じゃなかったんだよな、はい、でサッカーやりながら本当にいい指導者に教わりたいなっていうのが俺の若い頃のね、夢だったんだよ、うんうんうん、まあ、でそれが高校大学で叶わなくて、じゃあ自分がやろうと、でそういうふうになったんだけどね、それで、コーチングスクールをやって、まあ、スポーツ学からさ、はい、チームの統率からもういろんなことがあるじゃん、そういうものがあったから、あ、これだ、このぐらいのものをね、そのやんないとコーチになれないのかというようなそのあれでもうびっくりしたですよ。だこんなにたくさんのことをね、自分が経験して覚えて勉強してやって、それで初めて子供をね、子供を指導できるんだなっていうのを初めてその時知ったわけだ。それその奥の深さ、それはもうのめり込むように、なんとかこれをものにして指導者になろうと。それで、みんなで、コーチングスクールの、指導者でヨーロッパ行ったんだよ、はい、約3週間ぐらい、はい、イギリス中心にね、うん、それでオランダからドイツから、俺はフランスとかね、そういうところも見たんだけどさ、それでクライフがまだ18区の頃でね、あ、はい、そういう時代だったから、うん、で、ヨーロッパのサッカー見た時に、まあすごいけどね、うんうん、日本人にこのサッカーできるかなって、このサッカーやって日本人が勝てるかなっていうようなことを漠然と考えてたんだよ、はい、うん、それで日本へ帰ってきて、じゃあ静学をどうするかと、うんうんうん、いうことを、まあ、ゴールのナヤさんとね、はい、まあ、吉郎君の方だけどね、はいはい、毎晩酒飲んで話して、うんうん、でどうせやんなら、日本で誰もやってないサッカーやろう、はい、
っていう話で酒飲みながら、うん、たらもう南米しかないだよ、はい、しかもあのブラジルだよ、はい、もうそこをやろうって、うん、その当時ブラジルなんていう人は一人もいなかったな、ないですよね、当時ほらクラマーさんがやったからヨーロッパのサッカーね、ドイツ中心の、うん、ああいうコンチネンタルのサッカーが主流だったからね、4-3-3でね、スイーパーっていう、うん、そういうサッカーやったから、それをその南米のブラジルの式なサッカーやろうと思ったんだけど、どうやっていいか分かんねえじゃん、はいはい、おう、それでまあとにかくボールを持たせることから始めようっつってね、うんうん、それでまあ学園行って、まだその時は部員が15人ぐらいでね、1年から3年までね、そのぐらいのチームだったけど、とにかくそこから始めたんですよ、ボール1人1個持たして、はい、もうほとんど1時間ぐらいはドリブルとリフティング、それからミニゲームと、まあ、人数少なかったからね、はい、それから野球部と一緒のグラウンドだったから、その狭いグラウンドでミニサッカーみたいな感じ、そんなことからスタートかな、そこから始まった。多分、うん、これを見てる視聴者の皆さんは、うん、井田さんが静岡でトップクラスの高校を卒業されて、うん、その後慶応、うん、行かれて、うん、でもう静岡銀行ってすごい銀行だと思いますけど、うん、もう超エリート街道でこう来られたと思うんですよ、うん、なんでこのサッカーの方にそれをもやめて来るって、これがすごいですよね、うん、だからそれはそういうコーチングスクールで、そういう9種目かな、はい、そういうカテゴリーな、それを全部マスターしなくちゃダメだっていう、そういう勉強ってのをやんなくちゃなんないっていうのを知って、しかもその毎週月曜日銀行でやりながら受けてる間に、あ、これはもうやっぱ一生かけてやる価値があるなと思って、だから銀行で使われてもさ、銀行にいてもまあせいぜい支店長だなと思ったら、俺は自分でね、だから人に使われて支店長よりも自分が独立してね、その、うん、自分が親分になって指導者になって子供を教えた方がそのやる価値があると思う、自分の人生としてね、うんうん、だからまあ、知ってるかどうか知らんけど、教育者でさ、森晋三先生っていうのがいいんだけども、はい、その人が人間はね、はい、そのおぎゃって生まれた瞬間に封筒を持って生まれてくるっていう、はあはい、な、封筒を持って、はい、でその封筒にはあなたの人生はミッション、あなたのミッションは、な、人生のミッションは、はい、っていうのを書いてあるっていう、うんうん、だけど多くの人はそれは分からない、封筒を開けないと、はい、それを開けるとね、あなたのそのそれを人生のあれが分かるから、うん、開けなさいって言われる、はい、で多くの人は気がつかなかった、はい、俺運よくその鈴木にいた時に封筒を開いたんだよ、自分の人生の、うん、ね、うんうん、それでのめり込んでいったんだ、うん、そういうことなんだ、だからその銀行にいる人生、はい、定年までいる人生と辞めてサッカーに関わって子供、自分ができなかった夢をその子供に託してその日本一になるとかね、 J リーガープロの選手を出すとか、でそういう、まあ、いろんなことをさ自分でその完成、できると、うんうん、その一緒の間にね、はい、それがもうかける俺のそのなんとか夢っていうかミッションだな、うんうん、なるほど、そういうことで思い切ってもうやめたんだ。でもそういうブラジルのサッカーをやろうとなった時に、うん、それをこう実現していくっていうその練習方法とか、うん、ないよ全然。ですよね、何もない。どうされたんですか。だから上手くなるにはボール触るしかないと思ったんだ、まず。あ、うん、だからどうやっていいか分かんねえから、うん、とにかくそのコーチングスクールでやった基本的なものは、俺が高校の時に初めてクラマーさんが来てリフティングってのがあった、その時で子供の頃はなかったから、そんなのはな、うん、キックとパスと、インサイドとインステップと、そういうようなキックとシュート
女もんだけしかなかったからリフティングなんかなかった、ドリブルなんていう言葉はなかった、ほとんどな、うん、そういう時代だったからさ、うん、でそれをもうすごい新鮮で、それであのいろんなドリブルは工夫してやらして、まあ、リフティングは5種目し、まあ、その時は、まあ、インステップ、インサイド、アウトサイドね、うんうん、から頭かな、ももな、うん、この5種目な、はい、これをもう、なんていうか毎日、最低30分はやってね、だからリフティングとドリブルでだいたい1時間ぐらいね、はい、それがまずはウォーミングアップだったな、そこからスタートした。それでとにかくボールを触れば、手でボール触るように、できるようになれば多分サッカーが面白くなるんじゃないかと、うん、子供たちが、うん、という発想で始めたんだ、うんうん、その辺だな。だから何もなかったからな、うん、今みたいに情報がないじゃん。そうですよね、一切、はい、その情報が今はもうたくさんある中で、うん、携帯1個で何でも見れますよね。できるできる。もう昔はそうじゃないじゃないですか。そうそう。だからメニュー作ったりとかどうされてたのかなと思って、うんうん、だそれはもう考えてさ、いろいろ、うん、でもブラジルにも何回も行かれてるじゃないですか。でその後だな、だからヨーロッパ行った後、一番最初は清水の FC が、はい、あのセルジオエチゴのあれで行ったんだよ、はい、だけど俺はその選手権、あ、選手権4年目、5年目かな、はい、5年目で選手権行って準優勝したんだよすごいですね、5年な、あの5人、あの5-4の試合な、浦和南の、はい、歴史的なゲームですね、まあ、1年生5人出てさ、スイーパーなくして、今で言う3-4-3かな、うん、ああいう3な、で WM だったけどね、昔はな、はい、だから、はい、今みたいにそういうのあって WM をスイーパー邪魔だ、あの置いても全然フリーだから何もしてねえから上げちゃったで、それを、はい、それで、そのドリブルとショートパスのサッカーをやろうって WM のスイーパーのないゾーンで始まったんだ。でもそれは、うん、結構画期的な話ですよね。スイーパーなくしちゃったんだよって WM でやるって。そうそうそう。それはどこでそれをやろうと思われたのか、何を聞いたのか。それはだからヨーロッパのサッカーとか、うん、そのダイヤモンドサッカーとか、うん、いろんなそういうテレビちょこちょこやってたんだよな、それで日本リーグとか、あ、日本リーグじゃない、社会人のサッカーだな、はい、日本社会人サッカーかな、はい、それから大学、うん、高校のサッカー見てて、つまんねえだ、面白くない、何にも蹴って、はい、バカンバカン蹴ってさだからそれをだから南米のようにブラジルのようにやるにはどうしたらいいかっつったら、中盤の選手をたくさん持って、今でいうボールキープだよな、まあ、ボールポゼッションだよな、その時もそういう言葉はなかったけど、はい、とにかくボールをしっかりドリブルとショートパスで、たくさん遠くへ蹴れなかったから、あのまだ1年生多かったからね、はい、ショートパスでゆっくりでいいから正確にやれと、うんうん、それで、3-4-3でやったんだ。うん、嘘みたいな話だけどね、うん、でそのゲームは結果5-4だったじゃないですか。そうそう、うん、どうでしたか手応えは。いやもう全然日本国中みんなびっくりしたから、だから第1回の東京大会で大阪から、東京持ってったんだよ、はい、高校選手権。それで日本テレビが全国ネット、あ、全国の日本テレビで全国へその放送したんだよ、うん、それをだから決勝で 5-4 で高校のサッカーで国立競技場が満員になったと。しかも学園はゆっくりゆっくりやって、うん、裏見ないやオーソドックスな日本のサッカーで、うん、速い潰しと速攻でやって、うん、セットプレーから点取った、うん、学園はもうみんなドリブルとそうしていろんなこう個人技でやりながらやった、はい、そういうのが初めてそのテレビで高校選手権全国でやって、しかも日本にないようなそのラテンスタイルのサッカー初めてやったから、もうそのサッカーの好きな衆が感動したんだよ、ね、たまらないですよね。あ、へー、あれ、ヤスさんはいつのあれですか、うん、その後だな、53年の後だから、56、7年かな、あの辺からだな。井田さんは、うん、そのブラジルの、まあ、手でまるで扱うかのように、こう足でも扱えるっていうことで、うんうん、ブラジルにはよく足運ばれてたんですか。その後。チャンネル登録、お願いします。